あんまり音楽的な話じゃなくて、なんか関わり的な話しか聞いてない。気をつけろと。あ、人間的に気をつけろって話だな。じゃあちょっとこう、あれですね、その動きが悪いの。いや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 、全く重くて。なんだろうなんやろ、こう最初さ、俺の予想ではおそらくこう、いじるのは三好をいじるんだろうなって思ってたの俺は。なんだなって、はい、外れたね。こっちじゃない、いじるのは。僕ですか。その前のバンド そのベースの寮っていうか寮とその2人で始めようって、それでそのまま、あとはあのメンバー入れずサポートで12人続いてます。はい、よくできました。はい、ですね、はい、まあ、そこから12年ね続けてるっていうのは確かに俺はすごいことだと思うのね。あの、まあ、もちろんさ、それ以上に20年30年続けてる人もねいるけど、やっぱ10年続けるっていうのも大変なことじゃん。まず例えばさ、全国ツアーなんかそんなこうしていくとね、あのまあまあまあ、それって家族とかがいる人だとしたら家族よりも長い時間いるわけじゃない、それをずっと続けていけるっていうのもすごいことだなと思う。リハーサルから移動から全部そうでしょね、なんかすごいなと思います。まあそれ大事な話ばかり聞いてもらうので、まあ、三好の話だな。うん、まあその、ね、やってたねレインデーというバンドはちょっとね、あの残念ながらあの解散してしまったんですが、三好にはそうだね、その今からのことだな。うん、やっぱりその一つ終わってしまうというか、それは過去になるわけでさ、それはね。全然自分の話じゃなかった、興味ない感じ。これいやいや、これをどうしようかな。ちょっとショックですね。ね、いやいや、全然聞いてないと思うか。全く聞いてない。三好のファンからソース感くらい。で、まあバンドでのまずは活動っていうのを覚えてて、これからっていうのは例えばまあソロということとかも視野に入れて、やろうとしてるのかな。そうですね。3年間やってきて、割とその。自分のルーツはやっぱニューウェーブやゴスがあって、そこからそのオールドスクールなビジュアル系が根っこにあって、割とその今のスタイルのビジュアル系という形で、まあ、3年間活動して、それを終えて今思うのはこの、まあ、ずっとしたことなんですけれども、3年間の活動からも引退することになり、その10月7日でその活動からは引退したので、新たな抱負としては、そうですね、やっぱりその、はっと驚かすようなことを、なんか する人が多かったじゃないですか、昔って、やっぱり。木を照らうってことかな。そうですね。なんか、あ、こいつこう来たかって思わせられるような、なんか、今だからこそできること。今他のやつにはできねえぜってことをやれる活動をできるように今あのちょっと作戦を練ってるところです。聞いてた。はい。僕は話聞いてた。聞いてました。本当ですか。ちゃんと聞いてます。すごいちゃんと考えてると思うよ。あのまあもちろんね、その第四郎何かこうバンドを一つ、まあ、終わらしたわけの一つは例えばギターでのバンドとかも、ね。まあ、もちろんこれから先にやりたいこととかもあるんだろうけど、終わらせたことの悔しさだって当然残るわけで、それがあるから自分の今からっていうものが出てくることやと思うんだけど、あんまり興味ない。いやいやいや、もうそんなことはない。この二人の話あんまり興味ないのかな。そんなことないんですよ。ちゃんと聞いてますか。本当に本当ですよ。今ほらね、例えばソロもあったり、まあ、これから先ね、もしかしたらバンドもまた組むのかもしれない。先のことは分からないから、こういったこう若者がいるんですよ。いいと思います。
あんま興味なさそうなんですよね。あんま興味ないですよね。ぶっちゃけ興味ないですよね。いやいや、そんなことないですよ。なんかこういういろいろなイベントやってるでしょ、今自分の大企画で。はいはい、そんなにね、こういう若手のバンドも、こう入れていくと面白く発展できることもあるかもしれないし、興味あればね。あのちょっと手応えなさそうでしたね、その感じもう一度アプローチ必要な感じですね。何また喋りる放送時呼吸でどうすんのこの状況。いただきます。大豆ちゃんのね、例えばこう大豆を知らない人に、あのほらこんなバンドっていうかこういう音、うん、例えばこん海外にあるこんなバンドに影響されてこういう音になってたとか、そういうのって、まあ、あればルーツみたいな、ルーツとかね、ルーツはやっぱボーイから来て、ちょっと待って、ね、あなたのバンドでボーイを一個も感じたことないんですけど、本当ですか。ボーイ、バクチク、爆竹はまあ多少日本のロックが多いわ。最初僕はもうずっと日本ロックでした。洋楽的なエッセンスが強いイメージなんですかね、どちらも。まあ俺はあの、まあ、当然そのね世代によって変わるんだろうけど、俺の世代ってまだやっぱ洋楽の力というか、それは洋楽からのが多かった世代なので、もちろんあの日本のロックはね、なんかもう影響されましたよ。まあその当然ボーイにもそうだし、中学校の時に初めてそのコピーしたっていうのは、まあ、RC サクセションの子供バンドなんですよ。ジューダスプリストじゃないんですね。全然ジューダスプリスト、ジューダスプリストちょっと後に知ることになる。でもジューダスプリスト好きなんですよ。なんかアイアンメイデンとジューダスプリスト、オジー・オズボン大好きなんですよ。あのヘビーメタルって形容しやすいじゃないですか、音が。そういうのが好きなの。なんか最初マタロさんを会した時にどういうルーツなのかなって、その見た目が怖そうだったのでメタラー的な感じなのかなって思ったら、あ、当然僕のその中学生時代っていうのは日本でもヘビーメタルブームだったので当然聞いたし、影響もされました。ラウドネスしかりそういうアースシェイカー様とかフォーティフォーマグナムさん、日本だったね、あの影響はもちろんされたんだけど、今と最初にバンド組んだやつがやっぱ RC サクセションや子供バンド、が好きだったっていうこともあって、それをコピーすることから始めてたので、ビート的なものに関してはちょっとロックンロールのルーツの方があの自分の中には、あったりしたんだ。だから俺のドラマ聞いたことあるか分かるけど、そのあまりヘビメタルチックな感じではないじゃない、はい、例えば、例えばメタルの曲やったって、俺のタイム感ではちょっと違った感じに撮るのかもしれないんだけど、まあ流行ってたことがあってもちろん聴いてたし、体にも入ってるコピーもしたことあるので、もちろんあるけどね、どっちかというとちょっとロックンロールな8ビートスタイルの方が肌には合ってるかな。あ、でもあのマタロさんのシンクエバーアフター良かったですよ。アイオンのコピーしたことあるんですよ、先輩のね、アイオンのって。今そんな話されたらちょっと照れたわ。そう、早いね。クソ早かったですね。はい、ビビるぐらい早かったですね。うん、でもね、頑張っちゃった。X ジャパンさんもやりましたし、ちょうどカラーもやりましたし、あれが確か東京ヤンキースもやりました。コピーした、コピーした。ちょうど あのライブ見に行くのが自分の東京キネマクラブのライブがある3日前とかだったんですよ確か、うん、でしかもそのスピード ID の一平さん元も出られてたじゃないですか、うん、僕の中で架空の人物だったんですよ。その94年で脱退されて架空の人物になってたの彼は。僕が生まれる前に脱退してるんですよ、スピード ID を。おー、そうなんですよ。実は若いですね。友達界隈での音に影響されたっていう部分は、まあ、多分みんなあると思うんだけど、同世代のね、同世代の友達に影響されたことないですね。ああ、ないな。
いっすね。悪が強かったのでね、同世代っていうと、多分ルナシーだってそうだし、例えばジキルもそうだし、悪の強いシンガーもね。悪が強いっすね、やっぱシンガーもそうだし、バンド自体もすごくなんか独立突破なバンドが多かったというか、なので そういった部分でのこう影響は、やっぱこう刺激にはなってたわけですよ。たとえ音に影響されてなかったとしても刺激はすごくあって強かった、まあ、そういうのってあるじゃない、自分の佐藤スライドとかで、ね、やっぱりそれはさあったり、ちょっとこうね、ジャンルって変な言い方だけど、違った方面行っててもどっかしらで影響されてるとか刺激を受けてるっていうのは、まあ、まだ彼らの時代ではあったんじゃないのかな。僕らの時代だといかになんかそのそういう部分じゃなかったですね。いかにその独創的なことをするかみたいな発想があんまない世代なんですよ。そのこうノリとかさ、そのいかに重たく、的ななんか感じでこう割と同じような感じのバンドが多い世代なんで、まあまあちょっとねこうまあ語弊あったらすいません、でも似た感じのバンドさんが多い世代かもしれないですね、ちょっとこうこいつらは違うな、こいつらとこいつら全然違うとかっていうよりはちょっと似てる感はそれぞれが あるような気はするな、そういう意味でやっぱその94年のフールズメイトが僕の中の原点なんで、それぞれもう独立トップだからみんな面白いんですよ、そのダインクライズを見てみても、ダインクライズダインクライズだし、もうダインクライズ押すね、きょうちゃん喜ぶかもしれんよ。ダインクライズ大好きなんですよ。いやいや、いいバンドだからね。あ、大好きですね。僕も大好きです。もう曲来る前あれラブソング聴いてたぐらいですね。なんかその昔にこうすごいこうなんだろう、昔は素晴らしかったものを俺知ってるんだぜアピールというより単純に好きだったんですよ、だからなんかそういうなんかそのいかに違うことをできるかっていう、なんかそれがじゃあなんかそのどうこう世間からどう見えるかというより自分がやりたいことをどこまで突き詰められるかっていうところに挑戦していきたいです。そうだと思う。まあ結局ダイもそうだよね、その自分の好きなものをどれだけ突き詰めるかっていうところを最終的になっていってるんだろうし、そんなこんなを踏まえてこれから先どうしましょう。そう、例えばライブの予定とかそういうのはあるんですか。そうですね、現状まだ発表できるライブというものは、まあ、ないんですね。ないんですけれども、今後じゃあどんな感じで展開していこう。今後はそうですね、まず、まあ、皆様が予想しているであろう展開とはまたちょっと違う形で、そうですね、年内には面白いことを発表できる形を、はい、ちょっと整えているので、ぜひ、まあ、びっくりしていただけたらなと思っております。まあ、これはちょっと面白いかもしれませんね。はい、今月の23から27に、5 days っていう、はい、これも出演させてもらって、去年の頃にね、そうですね、あ、ライブセッションでやってるんですか。あ、僕、見に来ましたよ。あ、本当ですか。はい、まあまあ、ぜひね、皆さんもこう、お楽しみにしていただけたらと。まあ、例えば音源とかそういう音とかそういうものは今後は、あ、作る予定です。もう制作の方にもね、入っていくんだろうと、はい、そちらの方もまた、ここね、皆さん楽しみにしていただいて、ぜひぜひこの2人の、アーティストを応援していただきたいと思います。ね、まあちょっと時間がねそろそろ来ましたのでね、もうこの辺で締めたいと思いますが、やっぱ後輩である2人に、来ていただけるっていうのもちょっと新鮮なね、普段のね飲んだりするとか楽屋で話すとかじゃないので、俺もちょっと新鮮に感じました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。またね、機会があったら、遊びに来ていただきたいと思います。そういうといったことでね、今回のゲスト改めて紹介してお別れさせていただきます。元レインデア三好さん、ダイスのボーカリスト荒瀬大さん、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。Tokyo Borderless TV